供の頃の私はとても偏食で、食べられるものが限られていて、食事が普通で、もっと食べなさいってガリガリに痩せて、寝つき悪かった。これが幼稚園時代、そんな私は運動会以来遠足のバスに酔うし、歩くのも嫌いだし、涙顔で作ったてるてる坊主、雨降ってくださいってお願いしてたけど、願い叶わず晴れた。悩みといえば4歳下の弟、何でも舐めるし何でも破壊してしまう弟は宇宙人。小学校に上がると踊りのお稽古、綺麗なセンス持ってちんとんしゃん、発表会では化粧が嬉しくて、大人になった気分で口紅つけて、おちょぼ口してた。そんな私に淡い恋が来た。ぶかぶか制服の中学一年生、バレー部のキャプテンに恋した私、入部したのはいいけどふと気がつけば男子ことで玉広い。ここだけの話、アルバムにいる私、後ろの方で誰かわからないし、暗い顔してぽつといます。どうしようもない逆、青い空指さして、明日は明日の風が吹く。どうしようもない逆、晴れの日も雨の日も、明日は明日の風が吹く。明日は明日の風になる。